シャスナガです。今回は AK47 を使ってドミネーションやっていきたいと思います。なんかみんななんかメイン武器構えずにダッシュしてるけど、そっちの方が早いのかな。ハンドガンダッシュしてるけど、もしかして早い。そういうのある、ありそうだね。なんかね、お前おるやろここに。いてててててて、そう、外回りから来ると思ってたんだけど、まあまあいいでしょう。いや、今回 AK 持ってきましたよ。ワンチャンちょっとね、あら、撃たれとる。頑張れ。 OK、 危ないけどなんか撃ってくるな。危ない。ナイス。なんか結構敵が攻めてきてる気がしますね、これはね。まあ、味方も攻め返してるからいいと思いますけど。危ない。じわじわやっていくってところが大事ですね。さあ、2枚やったんで、2人からのね、あれがあります、報復があると思うので。あるかな、なかったりしてね。いや、意外とね、そういうあれなんですよ結局は。ほらね、こういう感じ、こういう感じ。でももう1枚いる、その塔の下あたりにいるんだけど、どうかな。いや、結局ね、このゲームというものは5人をねまとめて相手するよりも1人2人を延々と相手する方がいいんですよって。 FPS ではね。あれ、あ、いたいたいた、これ負けんの。出た MP5、 出た出た。これさ、あのさ、あの MP5 あれ距離おかしくないかい。なんか、いや、マジでやばいでしょこの武器。近距離も強いし中距離も強いんだけど、あの武器マジぶっ壊れてますよ間違いなく。ビーやばそう。大丈夫か。ごめんね。あー、そういうやつ。なんか敵も投げてきそうなんで、一応一応まあまあって感じですね。おお、おるけど、おるけど、よしよしよし。当たってたけど、なんかいるな。なんかいるのはわかるんだけど、ここがまたね、鬼門なんすわ。オッケー、オッケー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 。なんか怖いなあここは。おお、ナイス。味方さんナイスからのなんかピシピシ打たれてる気がする。おらない。あ、くそ、あれがね。うわー、なんでこの距離でショットガンいけんのか、あれ。雑、めっちゃ雑なんですけど。危な、危ね。今の距離だったら勝てんのか。危ねえな、おめえよ、ほんとによこせよ、ほら。いや、俺がここ取った。いや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 、もう本当に、まあ別なかなか面白いな。ちょっと取って取られているんだけどな。もうそろそろレベル上がってねえかな。 AK のレベルが上がったら変えたいんですよね、アタッチメント。これ別に、あ、上がってる上がってる。よし、ちょっと変えます、ボディの。これ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 、エイムした時に敵の名前が映るやつ。これいいですよ、ほんと。AR、まあ、多分 SMG もあれだけど、AR の方がね、効果的なんですよ。よしよし。これ多分次のリスポーンぐらいで、ここに使えるようになりますからね。ここね。どうしよう。よいしょ。お前、すげえな。ナイファーがおるわ、敵に。めちゃめちゃ激レアな敵がいるもんですね、案外。待って、ナイファーが、あ、待って、おい味方、お前もう、あのオロナイン塗ったるわの敵と SAG が意外と届くんだけど、あれ強いな、やっぱり。なんかおるだよね。よしよしよし、ナイス。あー、またなんか来てますよ、 B に。まったく、もう、あらららら、あらららら、これはもうちょい、よいしょ、おいしょ。あ、ナイス。よし、取るぞ。もう早々と取りたいですね、これはね。いや、よく危ねえ。わあ、意外と自分一人で取ってるか、これ。そんな感じ。よしよしよし、逃げろー。あー、怖い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 。よいしょ。
意外とみんなねこの乗り物乗り越えるこのね脚力をね使ってなかったりするんよね。よし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 、いいじゃないですか、買ってますよ。うん、いいね。いやー MP5 意外と強いんだよな。まあそんなことはいいんですよ。で最近ね僕あれですよ、まあコールドウォー皆さん楽しんでますか。もう僕はねコールドウォー楽しいなって思ったんだけど、ちょうどねこの時期ねもう一個楽しいことがあるんですよ。そう、紅葉とキャンプ。そうなんですよ皆さん、紅葉とかねどうですか。まあ紅葉どうっていうのがねスマギャンリスナーだったらわかる、あの定番ネタが、そう紅葉どうだってかっていうわけですけど、見てきましたよ、キャンプしてきたんですよ。本当にもうこのねもうみんなやれよって、それはコールドをやれ声もねわかります、非常にわかります。だけれども私はキャンプ大好きなのでそっちもはいやってまいりましたね。いやそうやって帰ってくるとねみんなレベルがすげえ上がっててちょっとあのびっくりしちゃった。めっちゃレベル上がってんじゃんと思って、なんかプレマスめっちゃいるしみたいな、てかプレマス2周目いるしみたいな、怖っみたいなねえ。いやマジでびっくりしましたよ。てかそろそろねミサイル来る、そろそろミサイルが来ると思ったんで僕はこうやってね引きこもってるんですけど大丈夫かな。ブラボー取られてないんですよまだ。あれいけるかな、なんかいけそうな気もするかなって感じだけど、いやキャンプねほんと良かったですよ。この時期やっぱこの時期からだよねキャンプの本番が始まるっていうのは。もうそろそろねキャンプのね何でしょう、辛さというか寒さというか、みんながもしね防寒対策をしたりとかしてる人たちだったらなかなかね、ちょっと待ってこれ味方のために、えいやこら、うわばっかやろ、待て待て待て、あぶねえ、ナイスマージナイス、あー怖っ、何今の、ちょっと聞いてない聞いてない、おーいいね、任せろ味方さん、俺もそこに、あガスで死んどる、かわいそう。ここ真ん中はちょっとやめときましょうかな。怖いんで中さんビビりなんでね、そこら辺はオッケー、とりあえずって感じですね。とりあえずまあブーツをゲット、よしよし、あーなんで負けんのこれ、クソ同じ武器だ、うわーあと3000かよ、ちょっとそりゃちょっとハードル高えな、いけっかなーって感じ。あお、あ上にいなかったパーティーね。いやーそうですよ、キャンプ行ってきたんでねもう最近行けてなかったんでね、やっとキャンプに行けましたよ。意外と長谷さんのね行くキャンプは意外とというか今までね友達の夫婦以外だと本当男のキャンプってば、まあキャンプ自体がねそうなんですよ、ゆるキャンみたいにねあんなことになってないから、キャンプっていうのはね基本的に男の連中が集まってワイワイするのがキャンプなんでね、なんかそこら辺ゆるキャンを想像して女の子たちがキャッキャッ夫婦してるようなことなんて一切ないからね。そう、YouTube にも最近なんかねキャンプの動画上げてる人とかね女性の人でも結構いると思うけど、あんなのほんと氷山の一角って言葉が一番似合いますよね。うん、いない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 というか、まあいないいない本当に。だから大体みんななんか友達とか夫婦でやってる方はね結構いらっしゃるんだけどね、ソロでやってる人なんてそうそういないですよね本当に。オッケー、あー痛い痛い、やめて、ちょっと耕そうかなこれ、ワンチャン耕してもいいかもしんないかな、そんな気もするな。ちょっとあともうちょっと、でもねでももうちょっとな感じもするんだよな、そこは危ね。オッケーオッケー、そうそう、月見がそれで投擲物を投げて僕を倒そうとしたらそれはもう僕の計画通りっすよ。わーなんつ、いやここでヘリガン使ったらダメっしょ、長さんはそこは逃げ、ヘリガンは逃げですよ。うん、ダメダメ、許されてない、多分それは許されてないから、そこはもうしっかり頑張りやさいということですよね。やばい、あの子ヘリガンでぶっ潰してマジでヘリガンでぶっ潰して、本当にでもヘリガンでぶっ潰そうと思ったらあれやしな、いやーこれちょっときつい、ちょっとヘリガンいきます、逃げいやーいいんですよたまにはもう、
や、こうなったらもうこれしかないっていうことですよね。前線上げる俺が、任せろみんな、任せろ。意外とセントリーも破壊した。オッケー。なんだあいつ、意外としぶといな。よし、意外といるぞ。意外とまだ B 周りいるぞ。B 周り頑張れ。B 周り敵結構潰してるけど、来てんの敵しかいないような気がするんだけど。大丈夫かな。いける。意外とヘリガン稼げるぞ、これ。ポイント。意外と稼げる。ほら、よし。いいじゃねえかよ、これ。よし。チャーリーまで取ってんじゃん。素晴らしい。でも B 取れてない。ぶっちゃけて言うと。でも B、あともうちょっと。あー、待って。やばいじゃないですか。ちょっとこれも出ちゃうよ、ちょっと。いいぞ。全地点。ナイス。あ、どうかな、これ。あ、どうなんだろう、これ。いやー、多分 B は取られないと思うけど。この。いや、意外といける。ほら、B 守るぞ、俺が。ちょっと待って、ミサイルが。よし。いいねー、これ。やっぱこれ強い。これやっぱ強い。V、やっぱエスコート強いな、これは。いやー、この子はやっぱり僕が見込んだだけあるわ。コスパいいぞ、この子は。やっぱり苦手なあれないからな、角度が。やっぱ安物とは違うわ。とか言って。怒られちゃう、ヘリガンの人に。誰だって話ですけど。あー、待って、お前しつこいな、おら。いや、待って、あともう どんなもん。 600？ いえー、これギリギリ。あ、ちょっと待って。あ、ナイス。でも B 守ってる。いいぞ。とりあえず敵の偵察機、これ棚ぼたじゃないですか。 OK？ いいじゃん。誰かがなんか偵察機落としましたね。俺の偵察機を。チャーリー行ってる。OK！ まあ、手前でって感じになっちゃいましたけど、OK ですよ。はい、皆さんも秋のね、そう、秋のキャンプは本当に素晴らしく、もういいものでしたよ。もみじもね、紅葉が綺麗でした。いやー、ほんとね、そろそろ冬のキャンプのね、支度もしなくちゃいけない。そろそろ焚き火が、外で焚き火できるのってね、今が限界です。これから超えてくるとね、もうね、耐えられないので、はい、皆さん、キャンプの焚き火はね、早く、体感しとくといいですよ。というわけで、今回こんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。なんかあれでね、おい、来た、いいね。あ、ワンちゃん、ちょっと、倒したいな、あれ。うえぇ、あ、いいね。圧倒的な火力。あ、虹光った。やったー、虹光ったぜ、これ。待って、これ、いつまで続くんだ、この。かもしれんけども、って感じですね。おい、あー、こういう、なんだろうな、音響センサー系の、このなんか特性をちゃんと知ったらスチールも取れるんで、いけるんで、こんな感じですよ。